変があるのでどうもこんにちは。何かわいいやろ、ね、音で無理やり笑う。何持ってる？剣。あ、剣。この剣やね。はい、大変あるんですけどね。なんかあれ、スーパー行ったらね、カゴを入れへんやついますよね。こうやって、もう無理やりもう脇に挟んで、もう思いっきりこうやって、カゴ入れたらええのに、思うやつはこないでいてね。なんや、アホちゃうか思って、そいつの後ろ姿見たら T シャツにね、天才って書いてありました。どこへねこの間、びっくりしました。木田太郎先生がお亡くなりになりましたね。あれはショックでしたね。大阪の人もういろんなね曲、これとれビチビチ管理料理とかで、アホの坂田とかね、いろいろ歌作ってありましたけどね。アホの坂田ってあれすごいすごいいい曲ですね。あの人実はアホじゃないですからね。アホのふりをしてる賢い人ですからね。もうアホの坂田じゃなくて賢の地神ですからね。本命の地神ですよ。僕一度だけ木田先生にお会いしたことがあるんですけど、すごい人でしたね。あのナンパグランド花月の NGK のね、裏方やってた時にね、あの文化人劇っていうのがありまして、文化人の方がその新喜劇やるっていうイベントがあったんですよ。そこで僕裏方してて、小道具のスクランブルの早見さんに泥棒の役者あるの、木田先生が泥棒の役者あるから小道具のこのハンチング帽かぶるかどうか聞いてきてくれってね、あの小道具さんに聞かれたんで、木田先生このお帽子かぶられますかって木田先生に言ったら、木田先生が帽子何もかぶってないのにもうかぶってるよ北先生、いい人やなと思いましたけど、あの、ね、NGK ナンバーグランド開発で裏方してたんですけどね、もうすごい後輩いましたね。あの天然ボケの林というやつがいましたね。まあ、NGK の裏方、いろいろ電話番とかするんですけどね、電話こう受け取ってその芸人さんに繋いだり、電話繋いだりするっていう仕事あるんですけどね、中田ボタン師匠が楽屋にいたはって、だいたいね、あのブラジルという喫茶店がありまして、そこでおいアイスコーヒーブラジル頼んでくれってよう言われるんですけど、はい、わかりましたって僕ら頼むのが仕事なんですけどね、その林さんにね、中田ボタン師匠がおいブラジル電話してくれ、いやーできませんできません、あ、国のブラジルだと感じがする、いやーできませんできません、うっせぇもの米川兄さんからね、米川ほほぼねというあのお兄さんが言い張るんですけど、僕に電話かかってきて、ガロ君いるって、あ、ちょっと待ってくださいとか言って、林から言って、あのガロさん電話ですって、誰から電話、米川さんからね、米助さんからですって、晩御飯か売れ打ちろいろいろありますけど、ゴールデンウィークの特別興行がありましてね、ゴールデンウィーク忙しいですよね。ゴールデンウィーク忙しかったというか、みんなで打ち上げするんですよね。裏方全員で集まって打ち上げするんですけどね、おい林お前乾杯乾杯やれや、乾杯の音でやれって、林が乾杯の音を取ることになってね、皆さんお勤めご苦労様でしたーってヤクザか雨降ってたんですね。で外からずぶ濡れになって帰ってきた林にね、ロビーでくつろいやはった大助花子の大助師匠が、おお、なんかえらい濡れとるの、外雨土砂降りか、いえ、土砂降りです、どう違うねんそれあの新喜劇志望やったんですけどね、安江姉さんを呼ぼうとしてね、安子姉さん安子姉さん、全然振り向いてくれへんから、安子姉さんそれは当たり前、名前違うんだから安子です、はぁで、あのチャーリー浜師匠にね、サインを頼まれたんですね。その JCB のそのなんか会員さんに当たるサインを書いてくる。で、宛名のところに JCB さんへ、チャーリー浜って30枚書いてください。で、全部 JTB って書いてあった。浜師匠、30枚やり直してくださいって。はぁ新喜劇のオーディションを受けるんですよね、林が。新喜劇のオーディションを受けるところの中、そのどんな履歴書書いてんの見せてくれって、履歴書見たら健康状態、健康かっこ時々貧血で倒れる、どこが健康やねん新喜劇のオーディションがあるんですよね。新喜劇のオーディションある時に、じゃあ何かやってください言われて、林がそれ何ですか、ポンです、いやどういうことやねん、他に何かないんですかって言われて、いや一発もできます、何で落ちたんでしょうね電池って寿命はあるんですか、あるわ水道ってお金いるんですか、いるわラーメンのね、あのカップラーメンの差し入れがあって、おお林どれすんねんって、あ、私あの油が気になるんでどん兵衛でいいですって、
いや、どん兵衛もこれ油揚げ乗ってるかな、どん兵衛油揚げ油で揚げてあるかな、え、油揚げって油で揚げてあるんですか何やと思ってんの。あの目的地神からはみ出し事件っていうのがありましたよね。あの新喜劇のそのなんかメイクするこの白いとかを売ってる特別なそのなんか店があるんですよ、専門店が。そこの専門店の場所教えてくれへんかなっていう、あの新喜劇の新人さん頼まれて、ちょっと口で進めすのめんどくさいので紙に書きますねって、ここが NGK でここに自動販売機があって、でその店どこにあんの、ここです、紙からはみ出してたって。どうもありがとうございました。ということでネタは以上になります。はい、これ大変やなあなたの衣装が大変かっこいい感じな、買うとすごいですね。いや、これも作ったんですけどね、すごいです。なかなかこれ運んでくるの大変やし、動き取るのが大変で、これ下見ようと思って、これ掴もうと思って、ごめんね、自分で売ってます。はい、あの2回目、3回目上達してる、上達してるんで、ね、どんない。で、まあ、ネタが終わったら次はなんか歌ですね。あ、歌です、お待たせしました。うわー、なんかセクシーな人が立ち上がりました。福島カメラね、はい、とりあえず呼び込みます。プロスリング支援浄化雰囲気画家と世界最高齢地下アイドルプリンセスヤスタマンです。どうぞどうぞ、いけますか。介護が必要というか、今日はまた一日だとセクシーですね。これ何なんですか。また肉で僕に喋ってどうも皆さんに喋ってくださいよ。いいの、恥ずかしいな、どこに来てある。いや、まあ暑いで肩出していかんとね、やっぱあと妖精みたいな感じ。じゃあ、あとはまたお客さん、はい、では、あバイクあす、改めまして皆様こんにちは。